文化は日本文学表現コース、英語コース、心理学コースと分かれていますが、文化全体として多くのイベントも活発に行っています。まず読書室をご紹介します。ここは文化の学生だけが使用できる小さな図書館のような教室です。主に先生方の推薦図書や学生によるリクエストによるものなので、小説や洋書、児童書、昼食関連本などバラエティに富んだ本が揃っています。文化の学生であればいつでも自由に借りることができます。この他、文化の学生が自習できるスペースの自習室や、飲食が可能で友達と話したり息抜きができるコミュニティルームがあります。リテラシー活動として、点字でエッセイを書くというコンテストを前期後期と年に2回行っています。特選、準特選、入賞者は表彰されます。読書室の本の選定をする読書室委員会があり、読書室委員会主催でブックパーティーなどの様々なイベントを行っています。ブックパーティーでは読書好きの学生が集まり、本について語り合います。様々なジャンルの本が紹介されるので、新たに読書の幅が広がります。文化祭にも毎年古本市として参加していて、売り上げの全てをユニセフに寄付しています。また文化では就職と編入学についても独自の活動をしています。就職交流会では学生同士でイベントの企画から当日までの準備を行います。企画したイベントでは就職進路課や内定者、OG といった方々をお招きしてお話を伺い、モチベーションを高めていきます。一方、大学編入学希望者にも編入交流会という編入学に向けてのイベントを企画、実現していく交流会があります。これらの活動をプロデュースしているのが助手室です。基本的に授業や就職、編入学のサポートを行いますので、入学式から卒業式まで様々なイベントに携わってきます。学生の皆さんがより良い学生生活を送れるようお手伝いをしていきます。その他、クラス会やクリスマス会など先生や友人との仲が深まるイベントがたくさんあります。居心地のいい文化で皆さんも貴重な2年間を過ごしてみませんか？お待ちしています。